ブンブンハローマイホーム、不動産業界のヒカキンこと大津社長です。このチャンネルでは不動産ビジネスについて発信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。ラジオ感覚で気軽に聞いていただければいいかなと思います。今回はマネオトラの伝説のうどん屋さんについて話したいと思います。本家マネオトラ、皆さんご存知でしょうか？私は令和の虎と言いまして、今 YouTube 版のマネオトラみたいな番組に出演して、マネー成立させていただいてるものなんですけども、やっぱり僕もね、本家のマネオトラ結構好きで、今も動画ちょっと上がったりしてるのでそれ見てたりするんですけど、一番人気、マネオトラで一番人気な人、やっぱりね、いろんな人気の方います。カルの方で、すごいいい方ですよね。ニスをテロって舐めたりとかね、ファンの人は分かると思うんで、そういうところがすごいね、一部の人しか分かんないかもしれないんですけども、すごく印象的だったんですが、その中でも特に人気なのが伝説のうどん屋さん、すごく人気の方じゃないかなというふうに思います。では伝説のうどん屋さんについて紹介したいと思います。この方が伝説のうどん屋さんです。この方は、今から15年ぐらい前ですかね、当時37歳、牛丼屋さんのアルバイト、なかなかね素晴らしい経歴ですよね。私も昔すき家と松屋でアルバイトしたことあるので、もう同じような感じかなと思います。の方がうどん屋さんやりたいということでマネオトラに志願しました。そしたらね、トラがねぶち切れるんですよ。なんでぶち切れるのかと言いますと、その方はお子さんがいるんですけども、お家を買って、そのお家の中で、いわば店舗付き住宅みたいな感じですね、マイホームとうどん屋さん一緒にやろう、そういった感じでプレゼンをされたんですけども、社長さんはブチ切れです。こんな舐めた事業プランあるのか、銀行相手するわけないだろうってか、そういう真面目な話から、アホんだらとか、謙虚になれよとかね、謙虚ライオンとかね、そういった言葉が生まれたりとかいうね、社長さんがブチ切れるっていうね、伝説の神回になったのかなというふうに思います。すごくね面白い回なので、ぜひね見ていただければなというふうに思います。その後なんですけどね、謙虚になれよというふうにね名言を残して社長さん実は自己破産してしまったりとかね、その後いろいろありました。で、なんとね、そのうどん屋さんなんですけど、現在大成功してます。大成功どうでないか分かんないけど、今お店をやって結構成功されてます。で、どういったお店をやられたかと言いますと、セルフうどんなんですよ。昔うどん屋さんって言ったらね、うどんがそのまま出てくるだけだったんですけども、今ね結構丸亀製麺みたいな形でお店で手打ちで打って、それをセルフで天ぷらとかね、おにぎりとか置いてあってやるっていうスタイルっていうのは結構普及してると思います。それが丸亀とかそういったことが普及する前にその方がやろうとされたってことで、かなり先見の明があった方で、うまくいかれたんじゃないかなというふうに思ってます。なんかね、食べログでもそこそこいいみたいですね。私もね、一回いつか行ってみたいなというふうに思ってます。ではその次なんですけども、その方が一番批判された原因としましては、虎にお金を出してもらってマイホームを買ってお店やりたい、そこがすごく批判されたポイントじゃないかなというふうに思ってます。で、それについて、社長さんがおっしゃることとか、その方が言われることとか、私不動産屋さんで、令和の虎っていうところでマネー成立してる立場なので、そういった立場のものから、どういうふうに思うのか、私なりの見解を紹介したいなと思います。私は基本的にうどん屋さんが正しかったんじゃないかなと思っている部分と、ここはちょっとおかしいんじゃないかなと思っている部分、両方の部分ありますので、それぞれについて説明したいかなというふうに思います。まず僕は全体的にこのうどん屋さんはマイホームでお店やるってことはすごく正しいと思ってます。3つぐらい理由がありますかね。まず1つ目としては、コスト安いんですよね。お家を別々に買って店舗を別々に借りたら結構お金かかるんですよね。で、一つの家、ちょっと大きめのお家買ってそこに住んだ方が、基本的には住居コストであるとか、住宅ローンであるとか、そういったコストが結構安くなりますので、もし住宅ローンでお家が買えるのであれば、金利であったりとか住宅ローン減税であったり、そういった社会的支援も受けられますので、比較的低コストで住むことができます。基本お店やったからといってどこに家も住まないわけにはいきませんので、そこは一体化させる方が安く住めることもできるので、経営的にもかなり楽になるんじゃないかなというふうに思います。2つ目のメリットとしましては、労働環境ですね。通勤するのっていうとなかなかね、そのままフルコミットできなかったりするので、もしそこにお家があれば、例えば旦那さんはずっと厨房立って、奥さんは子育てをしながらお店に立つとか、そういった形で家族ぐるみで経営することができるので、それはかなり人件費を抑える上でもかなり有効になるんではないかなというふうに思います。確かね、お子さんがね、障害があるから結構大変だった状況だというふうに記憶があるんですけど、
けども、まあそういった状況であればなおさら、あの家族ぐるみでそのうどん屋さんにフルコミットするという意味ではかなりお家でやるっていうような意味があるんじゃないかなと思ってます。で、3つ目としては地域社会ですね。当然お子さんとかいらっしゃったら、まあ学校であるとかいろんなとこ行きますので、なんとかさんのお父さんがうどん屋さんやってるっていうと、その地域社会の中で溶け込んで、まあ、みんな来てもらいやすくなりますよね。結構ローカルのビジネスにおいては、まあ、不動産屋さんもなんですけども、まあ、地域密着してるっていうのはすごく大事なことかなと思ってます。それがやっぱりね、来ていただける一つのきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。余談では不動産屋さんなんだけど、不動産屋さんも結構地域密着が大事で、結構消防団に入ってたりとか、まあ、自衛隊の中一日だけ行けば自衛隊とかもあるんですけども、そういう自衛隊に行ってたりとかするような不動産屋さんもいるみたいです。僕それ苦手なんで、どちらかというとその体ねないんで、あんまりねこんな感じなんで、あの YouTube で頑張ってます。はい、そんな感じで、まあ、地域密着というか、ね、それ頑張ってやるの大事かなと思います。で、昔、まあ、全体的にね、私そのマイホーム兼地なんでやるっていうのはその 100% 賛成の立場なんですけども、あの割と流行った本で300万円で会社を買いなさい、そういった本がね5年ぐらい前かな、結構流行りました。要はサラリーマンが M&A で中小企業買えば儲かりますよっていうような本なんですけども、まあ、私もねサラリーマン時代でオーナーになったりしてるんで、まあ、そういうのを勉強させていただいたんですけども、その本の中に町中華って潰れないよねっていう風な本を言ってたんですよ。で、町中華ってどういうことかっていうと、さっきのうどん屋さんと同じで、分かりやすく言うとラーメン屋の幸楽って分かりますか？渡る世間は鬼ばかり。ちょっと古いんでね、若い方分からないかもしれないんですけども、僕昔えなり君に似てるってよく言われてたんです。昔坊主だったんでね、その時えなり君似てるとかね、そういうのもあったんですけども、えなり君が働いてる家族でやってるお店が幸楽なんですよ。僕ちなみにそれ見たことないんでね、話で聞いただけなんでよく分かってないんですけども、この幸楽っていうのがさっき言ってたね、潰れないお店の条件として挙げられてます。要はまあ家賃もかからへんし、家族でやるから人件費もほとんどかからへんし、食材も余った食材家族で食えばいいから食品も安くなるし、低コストでやれるから、まあおしゃれなね町の中華って出さらして、なんか本気でやって、なんか郊外とかにお店構えてるようなお店って結構よく潰れるんですけど、まあ結構錆び入れててね、なんか油切ったね中華屋さんってなかなか潰れないと思うんですよ。で、そういう町中華っていうのはなかなか潰れないよっていう説明を、まあその本ではされてたんですけども、まあそれと同じで、まあうどん屋さんもそんな感じでうまくいくんじゃないかなというふうに思います。で、一方で、まあ、その方、あの、この戦略自体は正しいかなと思うんですけども、このマネーの虎っていうふうに限定するとちょっとうまくいかなかったんじゃないかなと思うところがあります。まずは世間の心象ですよね。やっぱりね、虎から出資してもらった金であくまでも事業に 100% 使うべきだというふうに考える方、世の中にすごく多いと思います。そうすると、まあふざけんなよっていうふうに社長さん感じられたと思いますし、まあ、世間の見方としましては、まあ、人のしかも事業を投資してもらう番組でマイホームを買うっていうことに対して、まあ、かなり否定的なスタンスになるというのは、それはそのお金的な話じゃなくて心情的な話ですよね。そういうところを刺激してしまう可能性っていうのはちょっと考慮に入れられてなかったところがちょっと良くなかったんじゃないかなというふうに思います。私としては多分そのね、うどん屋さんの方も、まあ、心の中ではさっき私が言ったような戦略をちょっと考えてらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、まあ、その点に対してきちっと説明できれば、マネー成立した可能性も十分ありましたので、まあ、そういった説明とか配慮がちょっと欠けたっていう点がちょっと良くなかったんじゃないかなと思うのと、で、あともう一つは、まあ、虎の方から2000万円という金額がちょっと間違ってるんじゃないかなというふうに思います。なんでかと言いますと、でこのビジネスってまあ普通に地域密着のうどん屋さんなので、別にうどん屋さんチェーンを開くわけではないので、すごく大成功するかっていうわけではなくて、お店が繁盛してもうそこそこ世帯年収が2000万3000万ぐらいが結構上限なんじゃないかなというふうに個人的には感じてます。まあ、そういったね、割とこじんまりとしたビジネスの中で虎から2000万円っていう金額がこの方希望されてたんですけども、虎の方って基本的に経営者の方ですよね。皆さんね、多分借金してはると思うんですよね。いっぱいお店やったりとかいろんなことされてるのでね、銀行から借りてそれを投資してるので、銀行から借りるってなると、まあ、住宅ローンのリスク高い、それなりの金利を払ってて、その借りたお金を投資するってことになるので、まあ、安い金利で貸せないんですよ。しかもこういう番組って結構飛ぶじゃないですか。マネーを虎にしても、まあ、レオを虎にしても志願者で帰ってこない人って多分多いと思うんですよね。ここだけの話ですけど、僕も結構危ないかもしれないですよ。虎の方に内緒ですよ、これは。うん、僕も結構危ないですね。で、そういう僕みたいな危ない人間に貸さなあかんから、虎の方からするとそれなりにね、やっぱリスクプレミアムじゃないけど、金利であったりとか、まあ投資したらこれだけ返してねっていうのを高めにしなきゃいけないかなというふうに思います。で、僕はちなみに金利 15% が高めの金利で借りてるんですけど、それぐらいの条件で貸さないと、まあリスクとリターン的には割に合わなくて、で借りる方からすると2000万も借りちゃうとどれだけ返済したらいいねんっていうのがちょっと
難しいんじゃないかな、率が合わないんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱりね、こういうのは、まあ、住宅ローンとかでやるべきで、個人的に、まあ、僕がもしそのうどん屋さんでうどん屋さんやるとすると、例えばお家を自分のお金で住宅ローンで買って、店舗への改装費の200万円とか300万円だけ貸してください、そういう形でやれば皆さんもすんなりお金も成立して、で結構ね、こういう番組になるとね、結構宣伝になっていっぱいお客さん来るんですよね。なかなかね、やっぱり事業って立ち上がりうまくいかなかったりします。その時に、あ、マネーの虎で成立したうどん屋さんっていうのはすごく強いので、個人的にはこういうメディアに露出して、まあ、社長さんがお客さんを捕まえてくるっていうのはすごく賛成なので、まあ、どちらかというと、もう高めの金利払っては、番組の宣伝料というふうに割り切って、まあ、そういった形で本当にお金が必要な状況で起業するっていうの自体は、個人的には賛成じゃない。まあ、見てる方からすると、起死回生でもう人生かけてプレゼンしてお金獲得に来ましたみたいな方が面白いのかもしれないんですけども、まあ、実際本気であのやる、参加する立場としては、たくさんの金額を高い金利でやっぱ返さなきゃいけないので、ベンチャー性が高くて、一発当たったらすごく儲かるよっていうようなビジネスじゃなければ、あんまり場としてたくさんの金額を借りるんではなくて、あえて少額でちょっとした金額を借りて知ってもらうチャンスに使うっていうのが、まあ、個人的には良かったんじゃないかなというふうに思ってます。その方もね、なんだかんだ言ってお店出してますので、本当に2000万なくても多分実際お店できたと思うんですよね。そこら辺をちょっとうまく、やれば、もうちょっと世間的に支持も集めることもできて、良かったんじゃないかなというふうに思ってます。では、最後にまとめなんですけども、まあ、うどん屋さんについて、まあ、結構悪く言われてる人も結構いたりします。で、実際成功したので、逆に社長さんも悪かったんじゃないかなって言われてることもあります。まあ、いろんな考え方あると思うんですけども、やっぱりね、ビジネスはね、流れと言いますか、やっぱり世の中のね、流れとかどうこう読みかなきゃいけないんですけども、そう簡単にね、今成功してるからといって、それが読めるもんではないし、なかなかすごく難しいなと思うので、まあ、日々勉強していかなきゃいけないんじゃないかなって思うの。うどん屋さんも多分ね、相当バッシングあったと思うんですよ。現時点で、まあ、お店が成功してるので、悪く言う人はあんまりいなくなったと思うんですが、まあ、当時はね、かなりいろんな周りの方から激しいバッシングにあったんじゃないかなというふうに思います。で、仮に今令和の虎出て、まあ、ボロクソ言われてる方とか、この人うまくいかないんじゃないかというのは言われてる方いますけども、私も含めてなんですけども、まあ、評価良くても実際授業やってみたらダメな方もいるし、悪くてもダメな方もいますので、日々ね、評価が覆るように、または評価が良かった人はその、ね、評価維持できるように頑張らなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。また一番大事なことは、番組見てて感じるのは、説明能力が上手な人、受け答えがスムーズな人って結構マネー成立する可能性があって、お金もらえてる可能性が高いんですけども、受け答えがスムーズにできる能力と、まあ、事業の内容によりますけど、受け答えがスムーズにできるかで事業うまくいくわけではないので、経営者にもね、これからなろうと思っている人で、あんまり口が上手じゃない、ペラペラ喋れないなっていう人でも、まあ、自分の事業とかビジネスモデルであったりとか、まあ、それお客さんに喜んでもらえる商品を提供してもらえるっていうのがあれば、まあ、積極的に経営者になって挑戦してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、うどん屋さん正直ね、結構口下手だと思うんですよ。すごい失礼なこと言うと。でも実際成功されてますので、そういう経営者の方も多いですので、あまりちょっと喋るのに自信がないという方でも、ぜひね、こっちの世界でね、事業を一緒にやって頑張っていけたらなと思います。見ていただいてありがとうございました。で、このチャンネルではこういった不動産やビジネスについて発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。